官車トーマス、ゴードンと拷問というお話。トッパーマハット卿は少年の心を取り戻した。これから虫捕りに行くらしい。虫をおびき寄せるために、まずトッパーマハット卿はゴードンの顔にイチゴジャムを塗りたくって茂みに放置した。あっという間にたくさんの虫が群がってきて、ゴードンの顔を埋め尽くす。そして強い痛みと痒みがゴードンを襲い出した。虫たちがジャムと一緒に顔の肉まで食いちぎっているのだ。その場から逃げ出そうにもぬかるみにはまってしまい動けない。しかも定期的にトッパーマハット卿がジャムを塗りに来る。一週間が経った。ボロボロになった皮膚が腐ってきたので、ウジが湧いたりネズミに食べられたりしている。見るに耐えない光景だ。こうしてゴードンは虫やネズミに顔の肉を少しずつ食べられながら3週間後に絶命した。その様子を局長室からずっと眺めていたトッパーマハット卿、苦しそうなゴードンを見ることができてとっても嬉しそう。もう虫捕りなんかどうでもいいみたいだ。ゴードンが絶命したので、トッパーマハット卿は早速次の機関車を手配した。イチゴジャムはまだまだたくさん残っている。このお話の出演はトッパーマハット卿、ゴードン、そしてパーシーでした。